ご搭乗の皆様、おはようございます。オフトラブルの失礼いたします。当便の機長でございます。今日はサラスペーパーエリアをご搭乗いただきありがとうございます。今日は出発に際しまして、搭乗を急遽取りやめたお客様がいらっしゃいました。そのため出発が予定よりも15分ほど遅れての出発となっております。出発までお待たせいたしまして本当に申し訳ございません。また今日は梅雨前線の影響を受けての飛行となっております。そのため通常飛行いたします太平洋寄りの飛行コースが厚い雨雲に覆われておりまして、非常に強い揺れが予想されております。そのため今日は飛行コースを変えまして、本州そして九州を飛行する飛行経路となっております。そのため、ね、飛行距離が伸びまして飛行に時間を要しております。お急ぎの方は申し訳ございません。例えば飛行高度3万フィート、およそ9100メートル上空を飛行中でございます。左下日本方向に奄美大島を通過するあたりでございます。これよりの地はあとおよそ15分ほどいたしますと那覇空港に向け降下を開始いたします。降下中はおおむね安定した気流の中飛行できる見込みでございます。このようなお客様、引き続きシートベルト着用をそのままお願い申し上げます。目的地那覇空港周辺の天候は晴れ、気温は27度でございます。着陸後は皆様方を32番ゲートへとご案内できる見込みでございます。ただまだこの駐機場へは午前9時25分前後の到着を見込んでおります。定刻よりはおよそ30分ほど遅れとなります。